ンゴサンバの太鼓演奏ラテン音楽は中南米発祥の音楽の総称で中南米の音楽を意味するラテンアメリカ音楽とほぼ同一の音楽ジャンルの概念を指す。キューバカリーブ系、ブラジル系などそれぞれに音楽的特徴があり、またラテンアメリカ系移民の多いニューヨークやロサンゼルスが北米におけるラテン音楽の本場でもあるなど成り立ちや 歴史も複雑であり、一言では言い表せない。スカ、ロックステディ、レゲエの発祥地、ジャマイカは主に英語が使われ、いわゆるラテン諸語圏ではないが、音楽においては、ラテン音楽とみなされることが多い。また、中南米諸国が植民地であった時の創始国であり、発生期限にも影響しているヨーロッパのラテン諸語圏を含めた音楽を指すこともある。 ラテン音楽とされるものには、たくさんのスタイルが存在し、アフリカ系アメリカ人の音楽的伝統要素を持つ、音楽や、ヨーロッパやアフリカ、中南米、先住民族の音楽が混じったものも存在する。かつては一部の人間により、ラテン音楽は、アフリカの影響を全く持たないものであるとか、ヨーロッパや中南米先住民族の要素を持たない、アフリカ音楽そのものである。 といったに極論が展開されていたが、21世紀には、一般的に、ラテン音楽は、様々な音楽要素や、地域性、民族性が融合したものであるとみなされている。さらに言えば、スペイン音楽の様式と、アフリカ音楽のリズム、ヨーロッパの火星などは、ラテンアメリカ諸国の音楽の要素であり、これは、スカ、レゲエ、ジャズ、ソウルミュージック、R&B、ファンク、 ゴスペル、ブルースなどと共通点を持っている。日本においては、特に、スペイン語圏のものに限って用いられることも多く、ラテン音楽専門のレコードショップなどでは、ボサノバなどの洗練されたブラジル音楽を一切扱わない店もある。また、ブラジル音楽を愛好する人たちからも、ブラジル音楽はラテンではないという意見もある。ラテン音楽の浮き立つようなリズムは、 アフリカ直径の2拍子と3拍子の複合リズムや、現在のスペイン民謡や中南米各地の民謡に、見られる8分の6拍子と4分の3拍子の交互進行である。ソンやサルサのように、これらのリズムが融合して発展したものも多い。ラテン音楽のメロディは、フリギア戦法に近い、ミノ戦法と呼ばれる、スペイン起源の音階が定番となっている。 循環コードとソロ楽器の即興という定番のコード進行も16世紀にヨーロッパで流行した流儀である。戦前にはすでに単語が海を渡ってアルゼンチン以外の国にも伝わっていた。戦後になるとペレスプラードのマンボやトリオロスパンチョスによるマリアッチの影響を受けたポップスなどが人気となった。さらにティート・プエンテのお家コモバ、モンゴ、サンタマリアの ウォーターメロンマン、ウィリー・ボボの、イビル・ウェイズなどの楽曲も発表された。プエンテとウィリー・ボボの曲は、ラテンロックのサンタナが優れたカバーを発表し、ラテン世界以外にも広く知られるようになった。ラテン系のミュージシャンには、チーチチョニア・ティアラ、ロス・ロボスらもいる。ありがとうございます。